ストロキの下にシートを敷いてですね、これからあの排出口を開けて中に溜まってるもの、まあ、もみとかですね、あとゴミとかカバーを開けてですね、特にあのここを開けるとこの中にゴミが大量に詰まってるんです。ブロワーで風を送りながらですね、全部外の方に排出していこう。その際またすごいゴミが出るんでですね、撮影したいと思います。これ乾燥機のですね、この掃除カバーはこのところなんですけども、中にですねこの出るこういう細かい藁とかゴミですね、これがここへ溜まっているんでですね、乾燥機を回しながらこれらのゴミを、でその今空いてる開口部から風を送ってですね、中に溜まってるゴミをですね、あの左の開口部のところのパイプから外の方にゴミとして排出していくんで、ちょっとその作業をやってみます。このブロワーだけだとどうしてもまだうまく飛んでくれないんですね。こういった懐中電灯で